小西真奈美は日本の女優、タレント、歌手、シンガーソングライター。愛称はコニタン鹿児島県出身。所属事務所はエレメンツ。ネトラレ・ソースケ98で女優デビュー。1999年、塚公平の代表作でもある、鎌田行進曲でヒロインを務めた。その頃からテレビドラマの活躍が多くなり、2001年にフジテレビ系、 ココリコミラクルタイプでバラエティに初出演し、一躍人気を獲得。女優としても、同時期に、NHK 連続テレビ小説、チュラさんに出演して、ヒロイン、コハグラエリの恋がたきとなるクールな女優を演じ、同ドラマがブームとなったこともあり、認知度も高まった。2002年公開の初出演映画、阿弥陀ーダよりで、第48回、キネマ淳法賞新人女優賞。 第45回ブルーリボン賞新人賞、第26回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。喋ることができない難病を抱える少女役を演じた実績が認められての受賞である。2006年6月16日、2000年頃から6年をかけて撮影した初の写真集27を発売した。香川県のさぬきうどんをテーマにした映画うどんでは、 ユースケ・サンタマリアと共に主役を演じる。この映画のカンヌ国際映画祭の新作映画ラインナップ発表会が2006年5月20日に行われ、ユースケ・サンタマリアと共に出席。2006年より出演した朝日ビール製造・販売の第3のビール、首生の CM が反響を呼んだ。日本地ビール協会によるアンケートで2006年のビールが似合う女優第1位。 2006年6月の CM 交換度調査でも第2位に選ばれた。2007年には TBS 系列のドラマキラキラ研修医で連続ドラマ初主演を果たした。役作りのためデビュー以来では初めてショートカットになった。同年2月より九州新幹線ツバメのイメージタレントに起用され3月28日の放送で 誇りコ,コ,コミラクルタイプを卒業。2009年、のんちゃんのリベンで毎日映画コンクール女優主演賞を受賞。2008年3月19日、映画、スイートレインシニガミの制度の主題歌、サニーデーで劇中の役名である藤木和恵名義でデフスターレコーズから歌手デビュー。オリコン週間シングルチャートで初登場10位を獲得した。 2016年に出演した音楽劇最高は一つじゃない2016桜の劇中曲であるクレバトランキライザーをカバーした配信シングルトランキライザーシングルバージョンを2016年5月23日に本人名義で初リリース iTunes のヒップホップチャートにおいて1位を獲得する6月8日リリースの大橋マンデーナイトスタジオのトリビュートアルバム マンデーナイトスタジオセッションにはトランキライザーアルバムバージョンが収録された。2017年9月23日にクレバのサウンドプロデュースによるシングル I Miss You をインディーズにて配信リリースしシンガーソングライターとしてデビュー。続いて12月8日にカメダ聖プロデュースによる2曲のクリスマスソング君とクリスマス、クリスマスプレゼントを配信リリース。 2018年10月24日に、自ら全収録曲の作詞作曲を手掛けた、クレバプロデュースによる、ファーストアルバム、Here We Go を、スピーザタレコーズよりリリースし、メジャーデビュー。2020年11月25日に自ら、作詞作曲を手掛けた、オリジナル4曲と、シーナリンゴの、ギブス、星野源の、エイント・ノーバディ y を含むカバー曲4曲が、収録された、 アルバム、Cure を、ユニバーサルミュージックジャパンよりリリース。公式プロフィール、エレメンツ、2014年8月11日閲覧。AB、小西真奈美略歴、フィルモグラフィー。キネノテ、2017年1月14日閲覧。AB、小西真奈美4年ぶりの舞台、クレバの音楽劇、最高は一つじゃない制作発表。ステージナタリー。 https コロンスラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュステージスラッシュニューススラッシュ1776952018年11月3日閲覧。ab 小西真奈美が歌うクレバ曲が配信、ジャケ撮影はクれば音楽ナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュミュージックスラッシュニューススラッシュ1880372018年11月3日閲覧。 小西学美がシンガーソングライターデビュー、サウンドプロデュースはくれば、音楽ナタリー。https コロンス mu ラッシュスラッシュナタリーミュースラッシュミュージックスラッシュニューススラッシュ2497742018年11月3日閲覧。小西学美、カメダ聖事プロデュースのクリスマスソングを2曲、同時リリース。音楽ナタリー。 h t t p s n a t a ス y m u ュ m u s i c n e w s 2 6 0 0 2 9 2 0 1 8年11月3日閲覧。小西真奈美が、ビクターから、メジャーデビュー、ファーストアルバムは、クレバプロデュース。音楽ナタリー。 h t t p s n a t a ス y m u s ニュ s スス n e w s 2 9 3 8 5 2 2 0 1 8年11月3日閲覧。小西真奈美、メジャーファーストアルバム、ヒアウィー o 収録曲ジャケ写発表。音楽ナタリー。 h t t p s n a t a スラ m u ュ m u s i c n e w s 2 9 8 6 5 0 2 0 1 8年11月3日閲覧。第5回、小顔クイーンアームロナミエが4連覇次世代クイーンも、急上昇。エルサ、オリコン。2014年8月11日閲覧。小西学美、綺麗の秘訣は、クラシックバレー。 水谷及川の絶妙のコンビネーションには感激。シネマトゲー。2019年3月21日閲覧。小西真奈美。晴れ女要素を持ってます。オーコンニュース。2021年9月23日閲覧。199回目のゲストは小西真奈美さんです。f m n ック5 2019年3月21日閲覧。 ニュース新たな出演者発表。連続テレビ小説。半分、青い。2018年7月20日閲覧。北川恵里子さんに感謝。清楚なイメージを覆す。ぶっ飛び。キャラを楽しみながら演じています。小西奈美。半分、青い。インタビュー。エンタメ応募。2018年9月10日閲覧。小津安二郎監督の遺作となった同名の映画を、 テレビドラマにリメイクしたもの。岸谷五郎、一年ぶりに役との再会に、感慨、ちゃんと生きていた。オーコンスタイル、2015年10月2日閲覧。ドラマ、みかすみれ本日放送分から小西奈美が出演。化け猫の切迫役で。コミックナタリー、2016年2月26日閲覧。小西奈美、両邸の女将役で、吉田陽と、バトルアデヤカ。 和装を披露。オーコンスタイル。http コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2080163スラッシュフルスラッシュ2016年10月19日閲覧。キャスト一覧。空想大河ドラマ小出しのぶ。2017年2月6日閲覧。秋元康企画のフリンラブコメで、山下美月が、 天然魔性系に、小西奈美や、ユーモ出演。映画ナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナリーミュースラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ4453492021年9月15日閲覧。スチームボーイ。メディアゲージズデータベース。2016年8月17日閲覧。小西奈美主演、トマトの雫。 家族の絆伝わるポスタービジュアル公開。映画 .com。http コロンスラッシュスラッシュ映画 .com スラッシュニューススラッシュ20161004スラッシュ12スラッシュ2016年10月4日閲覧。原田太蔵が主演。家族の再生を描く映画制作。ザテレビジョン。 https://thetv.jp:/news/detail//101964/2017 年2月27日閲覧。内広隆、初ラップに、宿泊自己採点は、3点。オーコンスタイル、2016年2月26日、閲覧。小西真奈美の恋する惑星 NY、LA、東京3と物語。 2014年9月13日閲覧、JMC、納豆テーマの楽曲メガボルトに、ネバール君小西まな美、音楽ナタリー。2015年7月14日閲覧。ありがとうございます。